南福のホテルを行ってます。 Thank you。 バイバイ。パカなんかロシア人のおっちゃんたちが興味持って見ててくれた。 Let's go。 おはようございます。モンキーと陽介です。今朝10時シャランスクの街を出発しました。今は寒い、ちょっと肌寒いです。でも湿度が高いからかな、動くと汗ばんでくる。でも走り出すと寒い、そんな感じの天気です。昨日も夕方ものすごい雨にやられて、風と雨とで急いで見つけたこの昨日の宿。いやー無事に宿見つけられてよかったけど、よいしょよいしょ。はあ、はい。じゃあとりあえず今日は300キロぐらいかな、350キロ。まあ道はいいからそんなに苦じゃないとは思うけど、休憩取りながら行きたいと思います。犬も行けるのに一生懸命です。また綺麗なモスク、モスク、モスク特集。昼はここにしよう。よし、やってた。なんかすごい広いけど、面積に対して机の数がおかしいけど、やってた、よかった。とりあえずラグマンとチャイを頼みました。ご飯来ました。これです。でも寒いからあったかいスープ嬉しいね。うん、牛肉。牛肉とじゃがいもだ。牛肉とじゃがいもとあと麺みたいなの、麺が入ってる。美味しい。クスナ。スパシバ。タク、アスタブロ。あとアスティニティシナルギョ。Налью. Угу. Да. Пожалуйста. Сейчас в Москву. Москва. Вот да, поэта, да, в Москву, да? Москва. Сам Санкт-Петербург. Да. Финляндия. И Финляндия. Хорошо. Хорошо. Когда люди говорят всего доброго, желают счастья, здоровья, всего доброго. Не зла. Всего вам. Спасибо. На здоровье. Спасибо большое. Пока. 美味しかった。あのタイプのラグマンは初めて食べたけど、大きな牛肉の塊が2つと麺とじゃがいもと、で基本は塩味だけど、あと他にもなんか味付けしてあって美味しかったです。ラウンドアバウトの通り方、進入前にまず左ウインカーを出す。向こうから出てない来てないことを確認して、まだ左ウインカー出しっぱなしです。で次のこう次で出るので、右ウインカー出したら出る。はい、こんな感じです。なかなか通る機会はないと思うから結構戸惑うと思うけど、慣れると信号のある交差点よりも多分スムーズ、待たなくて、ほぼ待たなくていいし。なんかものすごい渋滞してる、一向に動く気配がない。何、まだまだ、何これ、工事。
事故大丈夫かな行って、もういいか、行っちゃえ行っちゃえ。もうここまでで1キロぐらいは進んできたけど、もうみんな車から出て休憩してるもんな。何なのこれ、工事かな、それとも事故かな。動き出してる。今日抜かされたの全部抜き返したかもしれない。ふふふふふ、工事かな。工事で信号はあるのかな。工事だ、工事で片側通行してるからだ。うわー、この渋滞はずっと待ってたらやばかったな。2時間3時間かかるんじゃないの、もしかして。そんなかかんないか、1時間ぐらいはかかるだろうな。ってことは反対車線も相当混んでんのかな。うわー、ちょっと見えてきたけど反対側もすごそう。3キロだね、これで。ここで3キロ。でもまだまだ続いてるから相当だな。渋滞最後尾 3.5キロ。うわー、はい、渋滞抜けた、よかった。まともにはまらなくてよかった。今日の目的の街、町の名前は分かりません。後で調べてみよう。目処をつけてるホテルまであと 500m。 ここだ。ホテルじゃなかった。なんか合宿所みたいな感じだな。ここスポーツ施設みたい。オリンピックのマークついてるし、あれ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 。3キロぐらい離れたところにまた別の宿を見つけたから、そっち行ってみよう。安いといいな、空いてるといいな。次はここチャレンジ、いけるかな。とりあえず今日の宿決まりました。ここ3人部屋700ルーブル。トイレシャワーは共有。ここ誰か透明人間がいるみたい。こんにちは。今日は道は良かったけど、最後のあの渋滞がやばかったです。横すり抜けしてこれたから10分15分ぐらいで抜けられたけど、あれまともに待ってたら本当に1時間はかかってたと思うから、ちょっとそれ考えると恐ろしいです。で、今いる場所がシロボっていう町で、で明日にはもうモスクワに行っちゃうかなって感じです。モスクワまで300キロぐらい、多分明日にはモスクワかなっていう感じです。はい、じゃあここは建物にカフェやマガジンもあるみたいだから、夜ご飯食べて、シャワー浴びて今日は寝たいと思います。はい、じゃあお疲れ様でした。